本日は決定義についてお伝えしていきます。決定義とは、英語で Decision Tree と呼び、ク構造からなるアルゴリズムとなります。決定義は、分類も回帰も行うことができる教師あり学習です。分類ができる決定義を分類儀、回帰を行う決定義を回帰儀と呼びます。 先ほどもお伝えしたように、決定技は木をイメージしたアルゴリズムとなっております。どういうことかというと、まあ、木というのはどん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 枝分かれしていますよね。この枝の。 分かれ目の部分に、まあ、条件を指して、まあ、その条件に従って左行ったり右行ったりっていうふうにどん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 派生していくようなアルゴリズムとなっています、まあ、どういうことかまとめると Yes or No で答えられるような条件によってどん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 予測を行っていくのが決定機となります この決定弦の中にはいくつかのアルゴリズムがあって一応名前だけお伝えしておくと ID3 と呼ばれるものは C4.5C4.5 ですかねとかカートと呼ばれるようなものがありますでよく使われなくカートと呼ばれるようなアルゴリズムなので、まあ、こちらをぜひ覚えておいてくださいでもう少しですねこの木のイメージを具体的に落としていきたいと思いますまず データがいくつかあるとしましょう。で、このデータというのは、青のサンプルが4つ、赤のサンプルが3つあったとしましょう。このような際に、決定義では、まず、これらのデータ、まあ、いわゆるサンプルに対して、最初に何かの条件を課します。その条件、一つ目は条件丸1としましょう。で、この条件丸1に対して、 Yes or no、で分岐を行うのですねで例えばですけれども何かしらの物件の家賃を求めるとかであればその家賃を求めるものに対して仮にですけれども部屋の広さが20平米以上であればイエス、えー、違ければノーという形で分岐したりいわゆるそういう代償関係での分岐もしくはこのカテゴリーが赤ならば何々ですよもしくはこのカテゴリーが、えー 犬でであればこっちですよみたいなカテゴリーでイコールもしくはノットイコールで分岐するようなものつまりどういった形だっても先ほどもお伝えしたように Yes or no で結局答えられるような条件分岐を作っていくっていうのがポイントですで仮にこの No の方に入ってくるサンプルデータというのが青2つだとしましょうそうしたらこの青2つの方に関してはもうこれ以上分岐する必要ないですよねこのように。 なぜかというともう青っていうまとまりができているのでこれ以上分岐する必要はないですなので注目すべきはこちらのイエスの方です次のイエスの方に対して、まあ、どれぐらいの数のサンプルがいったかというと今こちらにも書いてあるこちらの青を除けばいいんですけれどもどれぐらいかというとこちらに対しては青4つのうち2つが左側に行ってしまったので青2つと 残っていた赤すべて3つになりますと。で、これに対してはまだ赤と青がしっかりと分別できていないです。なので、このこちらのサンプルに対してまた条件2っていうのを当てはめていくんですね。で、この条件2に対して Yes or No で分岐してあげますと。 でこの条件1と条件2というのはもちろん違うものになっているので、まあ、ここはですねまた後ほどお伝えしますがアルゴリズムが勝手に決めてくれるようなものですと仮にこの NO の方に青が2つ YES の方に赤が3つとなればもともとあった4つの青というのがしっかりとこちらに分別できて 赤というのもこちらに分かれている。ということで、このようにしっかり分けることができたら、まあ、終了となるわけなんですね。まあ、もちろんしっかり分かれて終了にならない場合もありますけれども、まあ、今回簡易的な例でお伝えしていますが、このように条件に従って Yes or No で分岐させて、しっかりと分類できるような形になれば、まあ、一旦終了としてあげればいいわけですと。で、まあ、気になった方もいるかもしれませんが、この 条件1、条件2とお伝えしましたが、この条件というのは、もちろん人間が決めるわけではなくて、このデータから、この決定義のアルゴリズムに従って、どういうふうに分ければうまく切り分けられるかなっていうのを見つけていくんですね。どういうふうに分ければ、この青と赤が交わらないように、混ざらないように分割できるかなっていうのを、アルゴリズムに沿って、この条件を決めてあげると。 なので人間が、例えば A が10よりも大きければとか、B が20よりも小さければ、20以下であればっていう風に決めるのではなくて、データから条件が勝手に決まるようなイメージですと。よろしいでしょうか。これがまずざっくりとした流れです。で、仮にこの部分でまだしっかり分かれていなければ、この後も条件3、条件4という風に続いていくのが決定機です。もう少しですね、ちょっと具体例を交えてお伝えしていきます。 それでは具体例を見ていきましょう今回の具体例では気温と湿度の関係を見ていきたいと思います気温と湿度によって皆さん快適さや不快さっていうのが変わってきますよねではどれぐらいの湿度気温であれば快適に感じどれぐらいの湿度気温であれば不快に感じるのかっていうのを分岐していくような決定技をちょっと考えていきたいと思います でまず皆さんに考えていただきたいのは、快適か不快かっていうところの基準として、湿度の方が大きく影響してるか、気温の方が大きく影響してるかって、いろいろあると思うんですよね。なので、仮にですけども、100人とか1000人に対して、どれぐらいの気温だと快適に感じますか、不快に感じますかっていうのも、その場のアンケートを取るでもいいですし、もしくは、そういうふうにその場のアンケートを取るでも、今日今何度です。 で、湿度何パーセントです。今、快適に感じますか、不快に感じますかみたいなところを、まあ、いろいろとデータを取って、それをもとに、まあ、基準をパッと決めるわけですと。で、まあ、そらくですね、まあ、これ人間の、私の勘として、まあ、気温っていうのが、まず結構大きく影響してるんじゃないかなと思うので、まあ、仮にですね、気温20度以上っていうのを一つの指標にした場合に、まず一番最初の10分岐点というのが、気温20度以上という条件になる。で、この分岐に対して、 もしくはでで回答すするわけですこのように考えた時に気温20度以下だとまあ不快というよりも快適かというとやっぱちょっと寒かったりしますよねなのでこの部分に関してはまあ不快かなとつまり気温20度以上でなければ不快じゃないかと逆に気温20度以上であればまあ一旦いいとしましょうただ気温20度以上だからこれが快適に感じるのかというと ちょっと違いますよね。気温20度以上で快適かというよりも、気温30度以上でもじゃあこれ快適かっていうところに当てはまってしまうので、これだけだとまだ判断は難しいです。なので、この部分に関しては、また分岐、新たな条件を設けてあげましょう。まあ、気温20度以上だけだとちょっと大きすぎるので、もう一つ条件を追加しましょう。先ほどもお伝えした気温30度以上というところでもう一個条件を課してあげましょう。 気温30度以上というところに関しても同様に No or Yes という回答が出てきますと,となった時に、まあ、どっちがわかりやすいかというと気温30度以上であればつまり Yes であれば皆さんはおそらく不快に感じますよねなのでここに関してはこの Yes の方が不快になりますでは気温30度以下であればもう 快適なのかというとそういうわけではなくてまだ出ていないこの湿度っていう指標がありますよねこの湿度に関しても考えていく必要があって湿度どれぐらいだと快適なのか不快なのかっていうところの境界線であると思っていてまあ大体ですけど、まあ、湿度 80%90% となると結構きついですよねこの条件だと まあ気温二十度以上三十度以下っていうところなので、まあ二十九度っていうのも当てはまるわけですね。気温二十九度、湿度八十パー九十パーでなかなかまあムシムシしてるかなと思うので、そういう意味で言うと湿度とはまあ六十とか五十とかっていうところが境界線としてはいいのかなと思うので、まあ今回としては湿度六十パーセント以上というふうに三つ目の条件を決めたいと思います。で、ここに対してもイエス或はノーで考えてあげるんですね。 で、考えたときに、湿度60%以上ということは90%とかもあり得るので、やはりこちらの部分というのは、まあ、不快に感じますよね。で、湿度60%以下であれば、まあ、比較的さっぱり、爽やかな、多分、感じを得るかなと思うので、この脳というところでは、まあ、おそらく皆さんの中では快適なんじゃないかと思います。というように、今回は3つの条件に分岐させて、 不快なのか快適なのかっていうのを見ていきましたと。はい。ただ、まあ今ですね、これだけでもいいんですけれども、まあこういったものをですね、まあ、違う形で見てあげるとよりわかりやすいかなと思っていて、ちょっと形書いてみます。今回2つの軸として気温と湿度がありました。それぞれの分岐点となっているのは、気温は20度と30度。 そして湿度は60%というところでした。で、これを実際に考えてみたときに、今回の条件に当てはめると、快適な部分というのは、気温20度以上、気温20度以上というのがまず当てはまるので、気温20度以上はこの部分になりますよね。で、その中の気温30度以上の脳なので、つまり30度以下なので、ここになりますよね。今度は条件が細かくなって。 でその条件に対して最後湿度60%以上ですかというのノーというのが来ているのでつまり60%以下ということはここになりますよねつまり今ここの赤線で囲っている部分が今回でいうと快適に感じるゾーンなわけですで逆に言うとそれ以外は今回の場合不快に感じてしまうわけなんですよねというように 今回、まあ、おそらく20、30、60だろうというふうに私が決めましたけれども、これをデータから条件を決めてあげると、あ、じゃあどれぐらいの温度が快適なのか、どれぐらいの温度が不快なのかっていうのを、まあ、実際にデータをもとに判別することができるっていうのがわかるわけですね。はいまあ、これが決定義の良さといいますか、実際に条件に沿って分けていくので、どの条件に対していいのか悪いのか、どの条件に当たるとこのカテゴリーに属するのかっていうのがわかるっていうのが、やはりこの決定義の良さです。 先ほども何度もお伝えしたように、このアルゴリズムで決めるのはこの部分ですと。結局、どれぐらいの条件で分けていくのかというのと、またこの快適っていうところも実際はもしかしたらこの湿度60%以上というところからまた何かしらの分岐が発生するかもしれないので、ここはわからないですけれども、どん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 深くなればなるほど細かく分岐することはできます。ただその分、 汎用性というのは失われてしまうというところも注意しなければいけないかなと思っています。まあ、その部分について最後ちょっとまとめていきたいと思います。それでは決定義の長所と短所も見ていきましょう。まずは長所からです。一つ目、学習結果の解釈がしやすいです。これが何よりもいいメリットかなと。 思ってておりまして先ほども可視化したようにどこで分かれているのかが分かるのであじゃあ結局この値だったらこうなるなっていう道筋が分かるので判断基準として用いることができますよねこれが決定義の一番の良さだと思っていますで2つ目がデータの前処理が少なくて済むという点です 基本的にはさまざまなアルゴリズムありますが、前処理というのを行う必要はありますと。それこそ正規化、標準化と呼ばれるものをする必要があったりとか、他にもいろいろありますが、比較的この決定機というのはアルゴリズム上、そこまでですね、前処理というのは必要としていないというのが特徴としてあります。2つ目は予測に必要な計算量が少ないというところです。3つ目ですね。それこそ、 実際に分岐をたどっていけばいいだけなので予測したいとなった時に何か新しい値サンプル入れた時にトン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 と条件に当てはめていけばいいだけなので予測する際の計算量って非常に少ないんですよねなので、まあ、これ予測と学習、まあ、学習と推論とは正確に言いますけれどもそれ学習ではなくて予測推論側でのその計算量が少ないっていうところを押さえておいてくださいで4つ目が数値データカテゴリーデータの両方に扱えますよっていう点です これはそれこそカテゴリーデータというのは基本的に数値化する必要性が高いんですけれども実際に決定義というのはある条件の時に例えばカテゴリーのまあなんでしょうかね色とかってなった時に色っていうカテゴリーがあった時に赤青緑ってなった時に赤であればこっち赤じゃなければこっちっていう風に赤か赤じゃないかっていう yes orno で分岐できますよねなのでこれわざわざ数値に置き換える必要がないっていうのが非常に大きなメリットかなと思います で、五つ目が、外れ値に強いっていう点です。まあ、この外れ値に強いというのは、まあ、実際に外れ値に対して大きな影響を受けるかっていうところで、まあ、決定機は比較的受けにくいアルゴリズムなので、まあ、これが五つ目の長所となっています。でこれに関して、対、え、処、ー、ですね。短所についても、えー、と見ていければと思います。まず一つ目が、条件分岐が複雑になると科学習しやすいです。 それこそ先ほどは簡単なこういった3つぐらいの条件分岐でしたけれどももっと複雑なデータもっとたくさんの変数を持つようなデータを扱えば扱うほど複雑な条件分岐が生まれるわけです。そそううするとそのデータに対しててまく当てはま 当ててはめようとしていていわゆる汎用的じゃなくなるんですよね汎用性がどん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 薄くなってしまっていってはその学習データに対してはうまく当てはまるんですけれども検証データに対してうまく適用できるかというとなかなかそういうわけにもいかないんですねというところでこの条件分岐が複雑になるというところは科学習を起こす原因にもなるというところを抑えておいてくださいで2つ目が分類性能がすごく高いわけではないです 分類性能がすごい高くは、高いわけではないということで、まあ、それこそ、まあ、決定義、まあ、実際用いられますけれども、この決定義にプラスアルファで、まあ、いくつかの,そのテクニックとかを用いたものっていうのがよく扱われる印象です。それこそどういうテクニックかというと、まあ、例えばですけれども、一つ目、選定というものがあります。別名、枝刈りと呼ばれます。まあ、これは、その名の通り、どん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 分岐を増やせば増やすほど、 条件が複雑になっていいくかつ科学習しやすいので例えばですけれども、まあ、こういう分岐がどんどん起こっていった時に仮にこのこの途中の部分でですね消えちゃいましたけれども途中の部分でカットしてあげるっていうのを枝刈りと言います実際に書いてあげると、まあ、こういうふうに分岐が生まれていってでここでなっていたた時にこの部分もいらないよねっていうところをここカットしてしまう ま、こっちもカットしてしまう。で、使うのは実際はここの部分だけっていう風に、複雑になればなるほど細かく分かれてしまうので、細かく分かれるイコール科学習起こりやすくなってしまうので、細かく分けずにある一定の段階でも切ってしまおうっていうのが、この選定という概念です。まあ、これよく出てくるので覚えておいてください。選定と、あとですね、もう一つ覚えていただきたいのが、アンサンブル学習というものです。 アンサンブル学習というものには、いくつかアルゴリズムがあるんですけれども、これについてはまた違う動画にてお伝えしたいなと思うので、ざっくりとですね、この長所と短所というのを覚えておいていただきたいですし、この短所というところで分類精度が高くないというところに関して、この選定を使ったり、アンサンブル学習を使うことによって精度を高めたりしていくというのが、決定としてあります。はい。ということで、本日は以上となります。お疲れ様でした。 今回の動画もご視聴いただきありがとうございますぜひですね高評価コメントお待ちしておりますのでどんどん記入していただけたらと思いますまたこちらからチャンネル登録できますのでチャンネル登録の方もよろしくお願いします